おしまし、今夜のゲストはリモートでの出演です。自己紹介お願いします。はい、椿ファクトリーの新沼希空です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、椿ファクトリー、昨年2月メジャーデビュー3周年のタイミングでこの番組おしましにも登場していただきました。その時はね、僕がインタビューさせていただきました。お久しぶりです、キソラちゃん。お久しぶりです。いやー、愛知県出身だよ。サルナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。愛知県出身ってことで一気になんか親近感湧くね。うん、キソラちゃん普段、メンバーのね、みんなだったりとか、ファンの方からなんて呼ばれてることが多いですか？私はキソちゃんって呼ばれてます。キソちゃん、キソちゃん、かわいい。私たちもキソちゃんって呼ばせてもらっていいですか？はい、ぜひよろしくお願いします。キソちゃん、今日はよろしくお願いします。早速ですがね、推しまし、この番組、番組名の通り自分の推しをもっと広めていこうっていう番組です。ぜひね、キソちゃんの推しも聞きたいなってことで、最近これめちゃくちゃ推してるっていうもの、食べ物だったり場所だったりとか、映画、漫画、何でもいいんですが、何かありますか、キソちゃんの推し？あります。お、私は小さい子が好きで、ほう、ちっちゃい女の子がめちゃめちゃ好きで、はい、ハマってるんですけど。ハマってる。はい。その童謡子供の歌コンクールっていうコンクールがありまして、はいはい、私たち昨年とかも応援サポーターを務めさせていただいたんですけど、その時に可愛いなって思ってた子がいます。SNS とかでバズってて、村方乃々佳ちゃんって言うんですけど、知ってますか？あれ、犬のおまわりさん歌う子？あ、そうです。犬のおまわりさんの子が本当に可愛くて、すごい。本当に大好きで今応援してます。すごいな。え、でもキソちゃんはもう先にその乃々佳ちゃん、乃々子ちゃんをもう目をつけてたってことなんだよね。そうなんですよ。もう私たちもずっと見てたので、え、何この子、ちっちゃくて可愛いっていうのが最初の印象だったんですけど、本当にお歌も上手で、一生懸命で、もうそこにすごい惹かれてたら、もう最近だと YouTube とかテレビとかいろんなところで活躍してて、なんか勝手に親目線みたいになっちゃって。すごい、もう私たちは頑張ってほしいなっていう気持ちでいっぱいです。すごい、もうどんどんね、一人で ねテレビだったりとか出る前から知っていたぞっていうことでね。はい、なんちょっとした自慢になるよね。でもそうね、自慢なんだけど、あのキソちゃんさ、はい、推してるのはあの犬のおまわりさん歌ってるののかちゃんを推してますっていう風にね言ってくれたらなんか良かったんだけど、小さい女の子ですって言われたからちょっとびっくりしちゃった。でも本当に小さい子が好きで、自分の中で結構なんか好きな年齢層、ストライクゾーンみたいになりまして、1歳半から3歳なんですけど、女もののかちゃんドストライクじゃないの。はい、そうなんです。そこはなんかやっぱそこからそこまで、なんでですっていう理由とかは？いや、ちょうど1歳半ぐらいから話し出せるんですよ。そっか、ママとかパパって言うぐらいなので、わあ、かわいいなってなって、3歳ぐらいになるともうペラペラ話せるので、それぐらいが私の中で一番好きかなっていう。なるほど。はい。ちゃんの推しを教えていただきましたが、この後もまだまだお話を伺いたいんですが、はい、ここで気象情報が入ってきています。ニューススタジオの吉岡アナウンサー、お願いします。さてさて、はい、今日はゲストにリモート生出演で、椿ファクトリー新沼希空ちゃんに、お話を伺っております。改めまして、希空ちゃんよろしくです。よろしくお願いします。お願いします。希空ちゃんのね、推しも聞けたところで、今日の推しましメッセージテーマの方も希空ちゃんに聞きたいなと思います。メッセージテーマは自慢話。おお、ね、リスナーさんからもたくさんの自慢話をね聞いてるところで、キソちゃんの自慢話もぜひ聞きたいなと思います。教えてください。私結構メンバーと一緒にご飯を食べに行くことが多いんですけど、
やっぱり自分の会計は自分で払うじゃないですか。まあもちろんそうですよ。なんですけど、今日その一緒にご飯食べに行った山岸莉子ちゃんが、莉子ちゃん、はい、あの今日は木曽ちゃん遅くまでお仕事は頑張るだろうからって言って、うん、鉄火丼をおごってくれたんですよ。おお、すごく嬉しくて、やっぱりなんかメンバーにそうやってなんかおごってもらうこととかあんまりないし、なんかリーダーなんですよ、莉子ちゃん。かっこいいなと思って、私もなんかそういう人になりたいなって思いました。めちゃくちゃ可愛いエピソード。何があれ、多分電波を通じて今これ莉子ちゃんにありがとう、あのかっこいいね、リーダーとしてかっこいいねっていうことによってまたおごってもらえるんじゃないかっていう魂胆もあるんじゃないこれ。そこまで、そこまで考えてはなかったんですけど、お願いしてみようかなって思いました。うん、いや、お願いしちゃダメなのよ、もうそこはさ。嬉しいね、でもそうやってメンバー間でおごるとかなかなかね。シャチはどうなの？普段そんなご飯も自分基本お会計で、うんうんうん、か自販機とかで誰かがお財布出してて、うん、みんなそこにたかるっていう時はある。あ、私もこのジュース欲しいとか言ってちょっとおねだりすることはあるけど。あ、そうなんだ、うん、で椿の中でさ、その、うん、は木曽ちゃんがね、ごちそうしてあげるみたいなことは今までは あります。お、マジ？ご飯はないかもしれないですね。飲み物とか、飲み物とかコンビニとかで、うんうんうん、もなんだろう、ほんとおにぎりとか、うん、あ、でもあれはあります、あれあります、スターバックス。おー、ことあります。嬉しい、スタバを持ってくれる先輩めちゃくちゃ嬉しいですよ。あの、あと別に俺、あのおにぎりって言った時にいやしょぼいなとか言わないからね。そこまで考えてくると思っても、ね、キトちゃん、そうだね、でもでもって早かったね。かわいい、はい、ちょっと言われるかなと思ったので。さすが酒井くんはもう分かってます。2回目にして扱われとるな、なんかな。自慢話リーダーのリコちゃんにご飯を送ってもらったこと、はい、いいね。だからリスナーのみんなもこのぐらいのことでね、あのもっともっと送っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。さて、椿ファクトリー5月26日にセカンドアルバムセカンドステップをリリースします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらおよそ2年半ぶりのアルバムということで、どんな一枚になりましたか？はい、いや本当に、まあ、私たちの今を見てもらえるアルバムになってるなって思って、うん、本当にまあ約2年半ぶりということで、うん、私たちも本当に年齢もうみんな今メンバー8人中6人が20歳超えたりとかして、うん、結構大人にもなったので、うん、まあ、そういう部分でも成長を感じていただけるアルバムなんじゃないかなって思います。成長を感じると言いますと、この1枚の中には5枚目のシングルから最新シングルまでの6曲と、はい、新たに書き下ろされた新曲の6曲など、はい、今までのそれこそ歴史というか、シングルだったらそれぞれに全部ね、なんか意味というか思い出ももちろん詰まってると思いますし、はい、うん、自分でやっぱ振り返って1枚切った時も、あ、この時こういう思い出あるなとかありました？やっぱり、いや、でもやっぱり、うん、ミュージックビデオ撮影って、うん、すごいたくさん時間をかけて撮るじゃないですか、うん、だから結構私たちだったら、うん、ダンスショットをたくさん撮ることとかが多いので、うん、結構ヒール、高いヒール履いて踊ったりするのはすごい大変だったなっていう思い出とかはあります。すごいね、でもヒール履いてダンスするってさ、うん、まあ、我々こうだ男性はね、うん、ヒールってものをまず履かないから、ヒール履いて歩いてる女性の方も大変そうだなっていうのはあるんだけど、うん、さらにそれでダンスするってすごいね。はい、結構重心がぶれちゃったりして、うん、なんか新しくつけてもらった振りも、うん、結構なかなかみんなで合わせる機会とかも少ないので、うんうん、なんだろう、本番にみんないい状態をやっぱ持ってくるんですけど、うん、やっぱり不安な部分とかもたくさんあるから、うん、多分なんか足が緊張して震えちゃったりして、うん、っていうのもあって、うん、すごい本当に緊張感のあふれる MV 撮影を毎回行ってるので、なるほど。
思い出いっぱいだなって今振り返ると思います。いやすごいね、またこれ2年半ぶりっていうことだからさ、うん、またこの間に椿ファクトリーを知ってくれた人からしたら、うん、この1枚でこのセカンドステップっていうので椿のことをこうたっぷり知ることもできるかもしれないね。そうですね、うんうん、あとやっぱりこういう状況でアルバムを出させていただくって本当に幸せなことだなって思うので、うん、本当に感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張っていきたいなって思います。めっちゃいいコメント、うん、素晴らしい、ね、セカンドステップ、うん、の中でもリード曲、はい、正夢、うん、はい、こちらまたかっこいい曲、なんかチャキチャキしてるよね、本当に。どんな曲になってますか？はい、いや今まで私たちってなんだろう、切ない女の子の気持ちを歌った楽曲が多かったんですけど、うんうん、この楽曲はそれと本当に真逆というか、うん、裏場とか、うん、そういう感じの、まあ、歌詞の内容になっていて、うん、まあ、曲調的にも今まではしっとりした感じのが多かったんですけど、うん、これは本当に今までの楽曲の中で一番ファンキーな、うん、かっこいい楽曲になっていて、うん、なんか今まであんまり歌い上げる楽曲ってなかったんですよ、私たち、うん、だから思いっきり声を出して、うん、盛り上がれる楽曲をいただくことができて嬉しいなって思います、うん、いやこれまたね、前回おしまし出てくれた時には意識高い乙女のジレンマ抱きしめられてみたいっていう曲のタイミングでねインタビューをさせてもらって、うんその時だったりとか、はい、あの前にね結構前にイベントでご一緒させてもらった時に思ったのは椿ファクトリーのしなやかさであったり、うん、こうまさにさっき言った通りの切なさっていうところが、うん、あの売りだと思ってたんだけど、うん、こういう面もあるんだなって思ったね、はい、だから本当に今回は新曲6曲をいただいて、うん、まあ、楽曲の幅もすごい広がったなって思うので、うん、本当にセカンドステップだなって思います。もうアルバムタイトル、ね、いいじゃないですか。やっぱもともと元気でパワフルでっていったところから切なさだったりって見せるさパターンとかって、うん、それだけでも難しいけど、もともとのその椿ファクトリーの武器であるしなやかさだったり艶っぽさにこうアップテンポでまたライブ映えする曲が合体してもう、はい、どこまでの幅を見せてくれるのっていうね、ファン心理としても皆さん、はい、大嬉しいと思います本当に、うん、5月26日にセカンドアルバムセカンドステップリリースされるので楽しみにしていてください。はい、お願いします。そしてセカンドアルバム発売記念ミニライブ&お見送り会イベントが5月の27日木曜日神奈川県クラブチットで開催。はい、はい、こちらどんなイベントになる予定でしょうか？そうですね、やっぱりリリース週に、うん、この日しかリリースイベントをすることができないので、うん、やっぱりこの日しか見れないライブをお届けするんですけど、うん、なんとそのリード曲の正夢を初披露します、うん、おー！いいんですか、その嬉しい情報。はい、うん、曲もたくさん歌うと思いますし、うん、まあ、一部二部あるので2回公演あるので、またそっちも両方楽しんでもらえるんじゃないかなとも思いますし、はい、やっぱり最近だと皆さんに会う機会とかも少なくなっていたので、うん、久しぶりに皆さんと一緒に盛り上がれるライブができるんじゃないかなと思うと私たちもすごいテンション上がってるので、うん、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、5月27日の木曜日神奈川県クラブチットで開催です。はい、そしてハロープロジェクト2021春花鳥風月、こちら5月29日土曜日日本特殊闘技を市民会館ビレッジホールで開催です。はい、ツアーの真っ最中ですか？そうですね、今、うん、本当全国各地いろんなところを回らせてさせてもらってるんですけど、うん、この29日の、ま、名古屋の公演は私は出ないんですけど、どうしよう、はい、ちゃん、鹿児島？そうなんですよ、鹿児島県にいます。鹿児島な、なるほどね、小さい、同じ日の同じ時間帯にね、はい、一緒にやってるわけですもんね。はい、そうか、ツアーを全体を通してね、どういったライブになってるか改めて教えてください。
そうですね、今回花鳥風月ということで、うん、花鳥、風月って4チーム分かれていてですね、うん、本当になんか、まあ、それぞれグループチームカラーがはっきりしていて、うん、まあ、花と鳥は結構歌がメインでやってるんですけど、うん、風と月はダンスメインでやってるので、うん、セットリストとかは結構似てるところがあるんですけど、うん、本当になんかチームごとに全く良さが違うので、うんうんうん、なんだろう、全部のチーム見てほしいなっていう気持ちはあります。おー、全体のいろんなグループのそれぞれメンバーのみんなの強みがギュッとなったツアーですね。だからキソちゃんのことを思って、こう鹿児島の方にね、頑張れって一言言っとくわ俺は。ありがとうございます。全力でよ。本当だよ。はい、そして、5月29日土曜日が日本特殊東京市民会館ビレッジホールももちろんこの同日にありますから、そちらも楽しんでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、もうね、キソちゃんとお別れの時間になっちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ね、リモートという形でしたが、またぜひ、はい、着いたらスタジオにも来てほしいですし、その時名古屋名物を酒井くんがおごってくれるみたいなので、うん、楽しみにしてます。じゃあやっぱほら、じゃあおごられるじゃんね、あれだから。こんな可愛い感じでさ、もうそれも自分で、ね、自分で買って持ってきてくれたらいいの。またね、直接お会いできるのを楽しみにしてます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのゲストはリモートでの出演、椿ファクトリーの新沼キソラちゃんでした。ありがとうございました。では最後に一曲、曲紹介お願いします。はい、一度聴いたらハマること間違いなしです。椿ファクトリーで正夢。